菅官房長官は火災で正殿などが焼失した沖縄の首里城を視察しました。正殿をはじめ多くの施設が焼失をした状況を目の当たりにして、復元に向けて全力で尽くしていかなきゃならない決意を新たにいたしました。菅長官は首里城復元のための関係閣僚会議の責任者として火災後初めて首里城を視察しました。視察では復元に向けた今後の取り組みに生かそうと、沖縄県の玉城知事や公園管理者から焼失の状況や復元への課題を聞いていました。政府は防火対策強化を盛り込んだ復元への具体的な工程表を来年3月までに策定する方針です。